こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3すき焼きやっていきます。ゴゴゴゴッドタワーの7つのドリームフロー攻略、途中からなのですが後半戦に向かっていきたいと思います。よし、最初のルーレットはどこに当たる。あ、来た、53回ドリームフロアに行ってみます。太陽のドリームフロア、はい、よし、太陽のドリームフロアに到着だぜ。この野郎、お日様がカンカン照りづらー。この部屋暑すぎだに。あ、確かにウサピオの服ってヘルメットもあるから暑そう。このフロアではカンカン照りの太陽で干からびないよう、荒野にいるポニーちゃんを捕まえて時間内に脱出できたらクリアだぜ。ダイス、急いでポニーちゃんを見つけるだに。あー、ウサピョンかラジャーであります。では行ってみます。ポニーちゃん、かけるポニー、こうなんだよね。こういうところに何か落ちてるのは分かっているのですが、よし、今回はクリア目的目指していこう。さっきのところ何かあったかな。ほい、よし、開いた。ポニーちゃん、行くぞ。あー、ぶつかっちゃった、ごめんポニーちゃん。確かね、マイニャンパーツが落ちてたはずなんですよね。もう時間が2分になってるね。行っちゃいますか。ここに登るの結構大変だった気がします。また来てマイニャンパーツをその時にねゲットしたりとかしたいと思います。はい、おいおい、マジか、このフロアクリアしちまうとは。危なかっただに、干からびて死ぬかと思っただに。何言ってんのサピョン、君すでに死んでるじゃん。あ、そうだったに。太陽のドリームフロアクリア、お疲れ様でした。お前ら失踪、太陽のドリームフロアはバッチリ解決。これワルボポニーちゃんに乗せてほしいんですよね。そこもね、可愛い、エピソード的にはすごい可愛いエピソードですね。うん、顔怖いからヨップくんみたいになったら乗せてくれるかなって。多分ここの部屋のことを言ってたんじゃないかなと思うんですよね。はい、くじ引き券2個ゲット。気になる方は、解決 Y ファイルかな、完結 Y ファイルの、動画を見ていただければわかるかなと思います。ポニー、ワルボのこと乗せてくれないくせに。なんかごめん。次行きましょう。はい、24階ドリームフロア行ってみます。火のドリームフロアに到着。ここなんかすごかった気がする。カートで失踪だ。火のドリームフロアに到着だぜ、この野郎。お部屋が燃えちゃってるずら、火事ずら、火事ずら。ここはゴッドファーザー様がそのお力で大火事を再現されたフロア。だから他のフロアにまで燃え広がる心配はねえけどな。さすがゴッドファーザーはどうしてこのフロアを作ったんです。なの知らねえよ。この人なんかイラッとするんですけど。さあお前ら、無駄話してる時間はないぜ。燃え盛るスーパーマーケットから時間内に脱出すること、それがこのフロアのクリア条件だからな。門限、わーわーだったら急がなきゃ。みんな走れ走れ、カート走り行きましょう。カートでゴー。危ない、肉焼きがぶつかりそうになっちゃってましたね。ピューン、ほう、こっち、あ、でここ曲がるんだ。でまた曲がって、あ、大ジャンプできる。あ、いけた。
そしたらもう一回大きくジャンプ、これは超えられるのか、調整、えい、いけたー、カート持ったまま来ちゃったよ、アルボくん。ほほう、脱出に成功しちまうとはなかなかやるな、お前ら。兄ちゃんやったズラね、ズラズラ。これで火のドリームフロアはクリアだ。お前らお疲れ様でした。グッジョブだ、いいカートさばきだったぜ。ありがとう。やーい、脱出、火のドリームフロアをバッチリ解決。ウィズロブスター、大当たりは攻めの超秘伝書、安定の素子なベリービリーソフトを手に入れた。さあワルボくん、丸焦げにならなくてよかったな。ワルボちょっと心配した、優しい。はい、48回ドリームフロア止まりました。48って何かな、今残ってるのだと月のドリームフロアとかね残ってるはずなんですが、どっちかな。あ、こっちか、金のドリームフロアに到着。にゃーけーびーんの激動じゃな。うんうん、青葉にある劇場とそっくりっていうか、あの劇場そのものだよ。ジャポンの超人気アイドルにゃーけーびー、それを見てすっかりファンとなられたゴゴゴゴッドファーザー様が本物の劇場を 100% 再現する形でお作りになったフロアだ。ここゴゴッドファーザーがにゃーけーびーの大ファン。にゃんってにゃーけーびー愛、俺って感動しちゃったにゃん。にゃんたかん、ゴゴゴゴッドファーザーと友達になれそうにゃん。いやいや、ダメでしょ、ゴゴゴゴッドファーザーのせいで今大変なことになってるんだから。このフロアをクリアする条件、それはとっても簡単だ。このニャンケビ劇場でニャンケビダンスを踊り上がれ。ダンス、いいでしょう、受けて立ちましょう。私のニャンケビ愛見せてやりますよ、頑張ってね。何言ってるんですか、もちろんコートさんも一緒に踊るんですよ、俺も。それじゃあちょっとだけ準備する時間をくれてやる、準備ができたらとっととワルボに言いやがれ、この野郎。さあ行ってみよう、回復、オッケー、驚きになりました。ミュージックスタート。ここのミュージックゲームもケンタ君がね女の子になって面白いですよね。いけるかな、ほい、お、あ、1個外した。ほい、大丈夫かな、だ、すごいダンス踊ってるね。あ、危ない、ほい、あ、いける、楽しい、ここだ、ほい、よし、あー大丈夫かな、ギリ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 だった、どこだ、66コンボ、おー、できた、今までで一番いい記録かもしれない。お前らお疲れ様でした、どうでしたか、私たちの踊りは。うまく踊れていたかどうかは正直判定できねえでございます、だってワルボ機械だから。というわけで金のドリームフロアはクリアで OK だ、この野郎。なんじゃそりゃ、せっかく我慢してニャンケビンの格好までしたのに。そんなに落ち込むなよ、ダンス結構イケてた。やっぱダメだ、思い出したらまた払いたくなってきた、ちょっと笑いすぎだってば。でもう門芸楽しそうだったずら、俺たちもなんだか一緒に踊りたくなっちまったずらよ、ありがとう。ダイスのニャンケビ愛確かに見せてもらったにゃん。今度俺っちと一緒にニャンケビのライブ行こうにゃん。ぜひぜひ、その時はもちろん本物の劇場で。にゃはん、ジムにゃん、来た。結局何がしたかったのかよくわかんないフロアだったに。
公園金のドリームフロア、バッチリ解決。やったここでね、インナホちゃんとジバニャンのニャーケビ合いが通じ合った瞬間ですね。攻めの超秘伝書が大当たりですが、中継検知玉を2個ゲットしました。次のフロア行ってみます。はい、ワルボ、ワルボもお前らみたいに上手に踊れたらいいのだがはい、開きました。13、最後のドリームフロア。あれですね、寿司でやってた時は全部の部屋行ってから最後当たらずに、結構ですね何箇所か空いた状態でドリームフロアの最後見越えたんですけど、今回全部行っちゃいました月のドリームフロアに到着だぜこの野郎。まさに月面だに、なんだか宇宙に来たみたいだに。ほう、なかなかよくできたセットですな。このフロアはゴゴゴゴッドファーザー様が555年間で味わった苦い体験、宇宙空間をさまよっていた頃をイメージして作られた世界だ。その時の悔しさを忘れないためにな。それぞれのフロアには何かしらの意味があるんですな。じゃあワルボはちょっと準備があるんで先に行って待ってるぜお前ら。ちょっと行っちゃうんですか。とにかくあいつを追いかけてみるだに。ここのフロアにね、確かすごい可愛いんですよこれ、人工衛星だと思うんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、猫がいるっていうのがね、寿司の時も見てきたものです。で今回はもうワルボと対戦いきましょう。来やがったなお前ら、さっきは準備があるって言ってた。何が、何の準備してんの。よくぞ聞いてくれたぜ。ワルボが準備していたのは、来たー、お前らをぶっ飛ばす準備だよ。やっぱりヨップくんみたいに変形するんだ。このフロアをクリアしたかったらワルボに勝ってみやがれこの野郎。ということでワルボ戦行ってみます。ワルボ V5 が現れた。行くぜみんなファイト。ワルボもね全部出しちゃったりとかいろいろあるので、おお火が出たよ。ラストブスにはもうまだなので、ジェントルメン剣で回復してもらいながらワルボ倒しに行きます。あ、全部出すぞ。後ろの2列なのでこの位置でそのままで大丈夫ですね。ブラスター使おう。はい、ニョロロホーミング、ホーミング弾は通常のモード。さあ当たれ。ヨップくんよりも個人的にはワルボの方がね、好きな妖怪ですボスとしてもね、ワルボは個人的にねとてもいいキャラだったので、寿司天ぷらで遊んでる時もここのゴゴゴゴッドタワーで一緒に動けて嬉しかったんですよね。お、爆発ワールドが来る。一応家帰ってどこに当たるかな。自慢ハッタに技をかけてもらいます。前2列だからワルボも当たりますね。確か動かなかったと思うので、ワルファイヤーが来る前に噛む力を与えて、よし、ワルファイヤー、もう少し、あと1/4。いやー、レジェンド妖怪早いですね。はい、キラコマの技がいける。これこのまま当たりますよ。最後キラキラ星で締めたいな。はい、キラキラ星、よし、いった、オッケー。フロアの後ろの目が怖い、勝利。経験値が3200、超経験値の魔王ゲット。まさかお前らがこのワルボに勝っちまうとは。いきなりバトルだなんてびっくりしたよ。仕方ねえな、月のドリームフロアクリアだこの野郎。やっただに。激戦、月のドリームフロアはバッチリ解決。これで全てのドリームフロアに行ったはず。よし、ついに555階に上がっていきます。超経験値玉が大当たり。あ、通り過ぎちゃった。はい、そしなストーリーロック外れました。まさか7つのドリームフロア全てクリアしちまうとはな。おい、これでいけるんだよな。ゴゴゴゴッドファーザーがまず最上階に。え、そんなこと言ったっけ。ワルボさん、ちょっとあなたね、ジョークだよジョーク、ちょっとブラックなワルボジョーク、ちっとも笑えないジョークだったに。ノリ悪いな。
まあ、とにかくこれで最上階行けるはずだぜ。やった、ゴゴゴゴッドファーザーが待つ最上階はもうすぐだ。このまま一気に行っちまおうぜ。でワルボくんありがとう。言っときますがワルボに勝ったって意味ないんだぜこの野郎。ほんとかわいい。はい、ゲージの回復をして555回行きましょう。ルーレット回せばそこに止まる。はい、これで全てのフロアに行ったことになりました。長かった。いや今回は本当に長かったですね。ここからは連戦が待っているので備えたいと思います。ゴゴゴゴッドタワー最上階だぜこの野郎。ついにここまで来ましたね。この先にゴゴゴゴッドファーザーが、 UFO ストーンが、そういえばその石前にもこんな風に光ったよね。ああ真っ暗な洞窟で UFO に近づいた時だな。でもこのフローに来てからあの時よりずっと強く反応してやがる。ゴゴゴゴッドファーザーの UFO ときっと惹かれ合ってるんだ。ということはその石本当に UFO と関係があったんですね。とにかく今は先を急ごうぜ。妖怪たちのピンチなんだからよ。そうですね、もしかしてマック今妖怪って言わなかった？ちょっと前にも言ってたんですよね。実は妖怪、妖怪じゃないエイリアンだって言い張ってきたのに。あのな、今まで俺がどれだけお前らと冒険してきたと思ってんだ。エイリアンじゃないって気づかない方がどうかしてるぜ。まあ確かに、あ別にどっちでもいいんだよ、妖怪でもエイリアンでも。だってどっちも不思議なもんってことは変わりねえんだから。そういうところなんかマックらしいね。さあゴゴゴゴッドファーザーの元へ急ごうぜ。はい、ということで次回はゴゴゴゴッドファーザーの部屋に向かっていきたいと思います。最終決戦、彼との決戦もあるのが個人的にはすごく楽しみです。それではまた次回連戦は続きますが頑張って進んでいこうと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた See you!